ゃあタイトルコールいきましょう。ふいつきグループが送る今日のショータイム。はい、よいしょー。はい、では始まりました。ニコ生のお時間です。本日ね、ふいつきグループが送る今日のショータイム、テンポで10ね、スコールになります。よいしょー。本日ね、スコールのね、幹部、全員でお送りしたいと思います。ちょっとね、これちょっとリックもうちょっとそっち詰めて。カミッカミリック、もうちょっとそっち詰めて。もう俺、違う、逆だよ俺、切れてるから逆。はい、じゃあまずね、自己紹介からいきましょう。じゃあ、代表、お願いします。スコール代表、水沢ルイです。いつもお会いします。よいしょー。よいしょー。はい、じゃあ、副主任お願いします。はい、スコール副主任、ヤシノミオです。よいしょー。はい、じゃあ、リーダー、よいしょ。リーダー、今日は、あれです、ボブ・ディランで、はい、じゃあリーダーお願いします。スコールリーダー、大崎リグです。よろしくお願いします。よいしょー。で、私がアドバイザーやらせていただきます、黒崎太陽です。よろしくお願いします。はい、来ました、今日。はい、ストール舞台って書いてあります。そうなんです、今日よく気づきました。今日はね、スコールストール縛りという。そうスコールストール縛りというね。ストールスコールから言うと、はい、ストール今日のイベントが、修二店長のバースデーイベントでした。それでね、修二店長がみんなにストールを巻いてほしいということで、みんなでストールを巻きました。お、ミオ君にストール見せたってください。ストール、いえ、スカーフです。スカーフじゃない。グイ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 、よしこい。グイ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 、よしこい。いや、もうね、もう本当、そうですね、スコールはもう定評あるんですよ。毎回企画面白いねって言われるんで、今日もね、いろいろなトークの企画をたくさん出していこうかなと思います、はいはい、なので、ね、たくさんコメントください。コメントいただけたらそれガンガン拾っていくんでね。何でもします。うん、はい、あ、代表来ましたよ。エクス取ります。エクス取ります。ほんとに今ここでリアルにブチッって今日はすごいわ。当たり当たりそう、こうブチッって引いたらそれに書いてあるんですよ、大吉とかね。からの、からの、そう、大吉書いてあって、反対側行ったら当たりとかで、もう一個引くと実は代表グイグイって書いてあるんですよ。グイグイグイ、わーいわい、スベちゃったスベちゃった、わーいわい、滑っちゃった。やばいき、やばいき、やばばー、やばばー、やばいき、やばい。いや、素晴らしいですね、ほんと。素晴らしい。はい、いや、もうほんとね、もう派遣司会者もたくさん言われてきたんで、あ、来ました。ミオ、メイク落としてみて。はい、来ました、視聴者の要望。はい、難しいですね、それはなかなか。リスナーのね、要望が。あ、どうですか皆さん、それ、もし言われたら、なんて言うんですか。化粧落としてって。いかついかな。いや、滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい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 。ちなみにもうまたコメントきました。これね、スコール恒例となったリクさんの朝の挨拶を見たいと。これ見たいですね。お願いしてもいいですか。朝の挨拶、さあさあ、にぃ、皆さん、今日もショータイム、いらっしゃい。今起きた方も、これから寝る方も、みんな、おはようウサギ。滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい、滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい、滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい、滑っちゃった、それさ、メザニューのパクリでしょ。はい、
あれデザニューバレた、あわわ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 わ、バカ野郎、バレるわ、そんなん言うたら。あのスコール、道行く人をナンパしたりしますかっていう、ありますけど、どうですか、みんな。絶対しない。ナンパとかしないことですね、代表は。しない。むしろ声かけられて、それをパンパンって仕方するパンですよね。逆ナンされても俺は断る。なぜですか。なぜですか。歯が出てるか。俺が親知らず出てる。滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい。滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい。滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい。いやでももう一つ言っていい？これ今日何でみんな酔っ払ってるか説明すると、はいはい、今日はうちのね、姉の修二店長のバースデーで、みんなめっちゃくちゃ飲んでるっていう。はい、そうですね。そう。ちなみに、すごい話カットインしますけど、後頭部見えてる人誰って来たんで、ちょっと自己紹介いきましょう。お酒作りで今日登場してくれたね。はい、いきましょう。カラオケが得意だね。カラオケ大得意のね、こっち行きましょう。はい、じゃあこっち来てください。こっちはい、高川レオくんでーす。よいしょー。はい、じゃあ、ガッツリ前で一言、はい、一言。ホスト歌うまい決定戦第1回戦負け、なんと1回戦負けの高川レオです。よいしょ。カーリスマン、カーリスマン、どこまで持ってこい、カーリスマン、カーリスマン。あ、ちなみにリクさん、おはよううさぎ秋田っていうコメント来ましたよ。おはよううさぎ秋田。うさぎは何でもつけていいんですよ。こんばんはうさぎでもいいんです。アレンジしてください。やりちうさぎ、やりちうさぎにも OK です。うさぎはね、うさぎはプレイボーイですからね。そうですね。プレイボーイのあれがね、うさぎなだけあって、はい、ハムスターがうさぎ、はい、じゃあ次行きましょう。はい、今日ね、修二店長の誕生日だったということで、みんなで今まで思い出に残る誕生日ってあります？今生きてきて20年そこそこ生きてきてるじゃないですかね。人それぞれまちまちですけど、その中で思い出に残る誕生日、もちろんホストじゃない時でもいいですよ。学生時代のじゃあ淡い思い出でもいいし、誕生日で告白して振られちゃったみたいな、そういうのもいいんで、何かありますか？リクさん、あります？あ、僕からいきます。はい、行きましょう。僕からこれ言うとなんか自慢みたいになっちゃうんですけど。あ、全然いいですよ。全然いいですか。で、僕は高校生の時にずっとボクシングやってたんですけど、お誕生日の日に、はい、関東大会が、はい、の決勝がちょうど 6月16日がリアバなんですけど、営業リアバじゃなくてリアルバースデーなんですけど、はい、その日に関東の決勝戦があって、僕フルーツが大好きなんで、高島屋の、あ、高島屋じゃない、千引屋、あ、高野フルーツパーラーのメロンを、じゃあ発音悪い、発音悪い、タカのフルーツパーラーのメロンをもう2週間ぐらい前から6月16日の夕方に試合終わって帰ってくる頃に予約しといて、でも関東大会優勝、どこのフルーツ、はい、どこのフルーツ、タカのフルーツパーラーの予約して、関東大会優勝おめでとうっていうのをメッセージ付きで送っといて、実際に優勝して帰ってきて夕方受け取って、減量でめっちゃ我慢したからフルーツめっちゃ、ま、メロン丸ごと食べた。え、なんでさ、自分に発送したの、メロン。誰も送ってくれないからやねん。やべえやないかいそれ。え、だって自分でメロン自分で送って自分で受け取る話ですからね、今全然いい話だよ。だけど逆に優勝できなかったらすごい恥ずかしいメロン。あ、なるほど。まあ、まあまあ、いい思い出、傷を癒すメロンというね。いい思い出かなみたいな。確かに。でもすごい、でもボクシング意外だみたいな、うん、すごいコメントあるんで。前後8位だっけ。あ、いや、インターハイ8位です。インターハイ8位です。綺麗だけど、脱いでから綺麗ってずるいよね、やっぱり。ね、今日どうした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 、あ、じゃあ当たり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 当たっちゃったガランガラン。いや、もうこれね、じゃあもう、八代先生いきましょう。誕生日の思い出。僕、八代美穂になってからのちょっと記憶しかないんですけど、僕、八代美穂になってからなんか、水沢るい代表って方にお祝いしてもらった記憶しかないんですよ。はい、毎回呼ばれていくたびに八海さん、男山、久保田みたいな感じで、はい、毎度毎度、僕ホストって女の子に囲まれて誕生日迎えるイメージがあったんですけど、はい、毎度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 日本酒にしかちょっと嫌だろ。いや、好きですよ、本当に、はい、日本酒は ある。どうして今僕がここにいるか、その誕生日の記憶がやっぱり代表、自分にとって一番大事な日イコール代表みたいになっちゃった部分もあるんですけど、なんかゲロ吐いた記憶しかなくて、僕の誕生日、はい、ちなみにね、はい、八代さんになってからしか記憶がないんではないかっていうコメントが来てるんで、ミオ代表嫌いなのかだろ。
いや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 、来ましたね。いやいや、あと、みおさん、これ書かれてますよ。いつ脱ぐの？今でしょ。ボタンしてた。言わねえのかよ、しかも。言わねえのかよ。脱ぐか飲むかどっちかしら。脱ぐか飲むか、いやいや、脱ぐか、どっちやね。脱ぐか脱ぐか、どっちやね。脱ぐか飲むか、どっちやね。脱ぐか飲むか、どっちやね。もうね、みおさん、これいいですけど、本当に。はい、もうね、あの、いつ脱ぐの以上にオチはっていう、すごいきついきつい、このこのね、ツッコミが本当に筆だけ振ってって話じゃないの、本当に。代表と BL いいじゃんって、代表と BL いいじゃんっつってた。しかもコールのバリエーションに対してすごい笑いが。でも結構スコールやっぱ飲み系だから、そうだ、ね、コールは結構折り紙付き面白いかなと思うんですよね。あの、代表どうですか、誕生日の思い出。思い出、はい、思い出ないない、うん、ない思い出ええ俺今この言葉にトゥントゥントゥンってきて、よっしゃと思ったらない。ない、なぜならお酒を飲んで記憶がないから。おい、もちろんあるけど、本当に付き合った経験もそんなないし、自分から祝っても嬉しいけども、でも俺記憶ないから覚えてないし、そういうとこ。なるほど。あ、でもそれは意見対応は、アドバイザーは。俺逆にあのホストになってからってやっぱりお店でこうお祝いしてもらってすごいお酒を飲んでって、それ嬉しかったなとか思うんですけど、僕あの前のお店辞めた時最後って俺バースデー兼ラストで終わりだったんですけど、俺こう別にホスト的な言い方じゃないですけど、あの一部だったんですけど、あんまり人数がいなかったんですよ、まあ皆さん知ってる通り。そしたら2部って昔僕が働いてたお店が2部に入ってきたんですけど、そしたら2部の従業員が全員1部に出勤してくれて、でもホストも10年とかやってる大先輩たちが、お前のバースデーだから一緒にお会いしてやるって言って、俺大学の先輩とかもいたから、もうそれで6月泣いてわけわかんなくなったっていうの、本当に嬉しくて、やっぱりそういういい思い出があったな。何年目のバースデーなんですか、何回目のバースデーなんですか。それは7回目な、何歳の時のバースデーなんですか。それは27歳、うん、27歳の。おじいさん、おじいさん、なんでだよ、おじさんだよ、おじいさん、おじいさん、俺もおじいさん、おじいさん、ここまで持ってこい、おじいさん。そしたらヤシロも飲むんだよ。おい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 、シシャボデュー、おじいさん、どうせミオは飲まないから、どうせミオは、どうせミオは飲まないから進めてください。はい、じゃあ行きましょう。皆さんね、あの幹部の皆さん、初回についてくれるんですかっていう回答があります。はい、あの質問に対して答えましょう。初回しかすみません。初回についてくれますか、大崎先生。いいとも。はい、みよさん、結婚してくれるんだったら好きな。滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい、滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい、滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい、滑っちゃった、滑っちゃった、わーいわい。代表ついてくれるんですか。つくよ。いつつくんですか。え、じゃあ俺は別にそのお金使ううんぬんより今でしょとか古いから、それは。はい、この前さ、この前初回のお客さんに今でしょって言われたら古いから飲めよって言われてたじゃん。30分前古かった。俺は普通にお金の使ううんぬんより俺全員つくから、来てくれたお客さんに対して俺全員つく。確かにそれはあれですね。やっぱ代表つかない席あったら文句言ってください。うん、いやほんといいよ別に。あとちなみにもう他にもあります。スコール県外からのお客さんの来店、県外の人の来店 OK ですかっていうのあります。代表どうですか。 OK です。もう神奈川から来てダメとか言ってたらね、とんでもないことになっちゃう。もうこの結構関東界隈からみんな来るっていう。確かに。でね、このストールスカーフ流行ってるのって、まあ先ほども言ったんですけど、今日イベントでね、あのストールだったんで。ちなみに今日あのこう色違いですからね、このストール。色違い。なんで苦虫食い潰した顔してんの。全然嫌だそんな。なんで何が嫌なのそんな。逆にびっくりするわ。はい、あとありました。そんなに飲んで大丈夫なの。はい、ゆきさん行きましょう。どうですか。無理です。いや、僕らはまずいですけど、司会者飲んでない。あ、間違いない。でも確かに太陽あんま飲まねえじゃんみたいな、さっきあれあったんですよね。ってことは太陽飲んでなくないってことですか。そうですね。太陽飲んでなくない、ウォーウォー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 。太陽飲んだよ、ウォーウォー。どうぞ。あ、すごいコメント来た。JK 好きなおじさんだ。違う、JK 好きなんじゃないよ。 JK のコスプレが好きなんだよ。 JK 大好き太陽、 JK 大好き太陽、 JK 大好き太陽。みんなコメントして、コメントして。 JK 大好き太陽、 JK のコスプレ好きで何が悪いんじゃい。
変なおじさん。はい、はい、すいません、行きましょう。ジェロサキ太陽で意味わかんない。ジェロサキの。では、でも代表白パンと水色のスカーフがいい。リクかっこいい。何のコスプレが好きですか、リクさん。はい。リクさん、何のコスプレが好きですか。はい、サーサー。ねえ、いいですよ。いやいや、アルファベットしか言えないです。何ですか、 JS で。JC。JS? JS で。女子小学生。関係ねえじゃん。こういうやつ。ランドセル、ランドセル、はい、ここまで待ってこい、ランドセル。いやもう代表と代表バチバチだからね、これじゃねえかよ。これじゃねえか、売り上げバチバチだもん。90からとか来ていいんかい。いいよ、いいとも、いいよ。いやもうロリコンだわ、本物だわ、開き直った短パンって書いてありますからね、もうすごい。はい、じゃあね、逆に次行きましょう、次のトーク内容。はい、ホストをやってて忘れられないお客様、これ別にちょっと公共の電波で言える範囲でいい意味でいきましょう。いい意味で、あまりディスりとかは良くないのでね。そうや。あ、18の JK 入れますか。いやこれがちょっと入れないんだわ、本当に。そっすからカラオケが入れるよね。カラオケ、カラオケ入ります。確かに。そっすからメールしてください。趣味日記書くことですかって送り返すんで。わかりました。ウィキペディア、ウィキペディア。そうですね、冬月グループは見せね、ダメだよね。はい、冬月グループは18歳入れないんで、18、19の方はちょっとね、20歳になるまで待っていただけたらと思います。じゃあね、どうですか大崎先生、いきましょう。忘れられないお客様、ウィキペディア。いや、もう僕は本当に誰もが忘れることができないです。一回飲み直ししてくれた日々も本当に誰も忘れられません、全員覚えてます。僕にもし忘れられることがあったなら、それは大きい声じゃ言えないけど、お金を使ってないんじゃないかな。グイグイ、やめよ、リクさんやめよ、やめよ、リクさんやめよ、それはそれはやめよ。なんかごめんね、そういうのは違うから。あ、ミオさん、どんな言いますか。え、ま、マジ多分言い方き言い方きれいしたら似たようなもんかもしれないけど、はい、好きでいてくれたらやっぱりね、言葉も増えるし。はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、ミオさんやりきりましょう。イエ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 イ、よっしゃー、行ってみようか、やってみようか、どうぞ、行ってみようか、ガイ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 。まあ、言っちゃえば、まあ、そうですね、入ったやな、まだ行くか、まだ行く、まだ行く、まだ追っかける。俺と一緒に飲んでて、まあ、酒の中に異物混入できたり、まあそこまでできたらプロかもしれないです、本当に。最近ちょっと物足りないんで、僕の中でも。みよさん言われてますよ、この感じ地獄すら生ぬるいわって。すげえな、すげえな、言われようが半端ねえわ。代表な、どうですか、なんかありますか、忘れられないお客様。俺全員だな。やっぱみんなそれが模範解答なんですか。もうほら、本当になんかみんな俺のを柔らかく言ってるらしい。なんかちょっとあれですね、なんか、じゃあ次の話題。そんな太陽アドバイザーまで。皆さん、2、2、1、忘れられないお客様。やっぱりあんまり大きい声ではないですけど、上はね、ワイシャツとか着てて、下チェックのなんかスカート履いてて、で、下がこういうモニョ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 やすしか、やすしか。いやさ、ガチで好きって言ってもらえたら嬉しいよね。普通に俺がホストじゃなかったら、はい、昼食だったら好きって言ってくれる子で、はい、長い、長い、ヤシのタイム、ヤシのタイムです。長い、長い、長い、なんかだ。はい、ヤシのタイム終わりました。ミオさん、一つだけこれリアル書き込みあるんで、ミオ声小せえって、声張っていただいて、赤坂なの、あ、オン、何の話、やめろよ、何の話、言葉で持ってこい、何の話、何の話、今だって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 、スコアの切っての置物ホストっすよ、ダメっすよ。分かった、じゃあ分かった、 OK、 ありがとう。じゃあ次、ホストをやってる上で一番大切にしてること、信念ですね。ちょっとさっきのは突っ込みすぎてたんで、まあ、自分の話題いきましょう。ホストをやってて一番大切にしてること、これじゃあ今日今度逆回りでいきます。代表何ですか。ホストをやってて一番大切にしてること、
で、太陽からじゃあこう、まあ、いきますか。そんな黒崎太陽アドバイザーから新年、はい、新年、僕は、すごいよく喋りたいっていうか、喋ろうと思ってます。お客様に対して、もちろんホストっていろんな形があると思うんですよ。好きにさせるどうこうってのあるんですけど、俺は好きなかつ上でエンターテインメント性をすごい追求して、この人のことをすごい好きだなって思ってくれても、俺は指名されても何回でも、もう何ですか、エンターテインメント性を追求して相手に対して笑いを提供し続けていきたい。俺はそれを今までずっと心情にしてきて、ヘルプでも俺は汗かくほど喋ります。なら、ちっちゃい、うってんじゃねえよ。リスナー仲良し。いや、だってそんな言われたって俺のいい話ちょっとあったじゃん。確かにね、みたいな。おい、リンク、やめろやめろ、俺の話聞けよ、やめろ。もう一回、いや、今のくだりもう一回なんて意味ねえだろ。おい、ちっちゃいよ、ちっちゃいよ。そう、だから、俺はヘルプで汗かくほども喋るし、それ、リンク、もうしつこい、逆に。はい、次行きましょう、じゃあ、はい、代表。いい話だった。いや、うるせえ、うるせえ。はい、まあ、今なんてとかないですか？一応ないっすよ。僕が正直スコード来た理由って、じゃ売り上げいくらあったからこのホスト、指名本数いくらあったからこのホストじゃないですよ。こうしてあげれたからここで、こうしてもらえたからここで、ただそれだけ考えてしてたんで、まあ本当になんすかね、まあ多分、じゃぶっちゃけ俺、お前ここまでやってやっただろ、その上でお前こうしろっていうホストが死ぬほど嫌いなんですよ。なんで、そう、うん、そう、ちなみに一つだけ言います。書き込みでありました、太陽のエンターテインメント性の高い顔。いやいや、ね、ぶっ壊したでしょ。カーリスマ、はい、カーリスマ、顔かわいい、ここまで持ってこい、カーリスマ、顔が、カーリスマ、顔が、カーリスマ、顔が。本音を言うと、当たり前のように、じゃあそれで成り立ってるもの以上のことをしてあげれたときに、その人とどういう関係を築けるか、その上でそういった人のいる店がどうなるか、それが見たくてやっぱり今頑張ってる部分あるんで、やっぱり僕は正直ぶっ壊れてたんですけど、代表に死ぬほど迷惑かけて、正直僕は死ぬほど代表にガーガー言いますし、こうしてほしい、わがまま言いますよ。けどその上で受け止めてもらって今じゃないですか。なんでその上で続き、じゃあそれを人にしてあげたいと思った上でそれをできたらって思うんで、やめましょう。大丈夫大丈夫、それはダメです。なんで本当に、はい、本当に誰かに何かしてあげたい、それだけです、僕のホスト人生。代表にご迷惑かけたけども、本当にお返しがしたい、僕の毎日はそれ、本当に。大丈夫、やめましょう。本当にやめましょう。そんな尾崎リグリーダー、次はおめでとう、次はおめでとう。じゃあリグリーダー、リグリーダー、リグ終わったよ、おはよう、ウサギ。はい、おはよう、ウサギ。これが本当のおはよう、ウサギ。じゃあもう、じゃあリグさん、じゃあね、大切にしてることをいきましょう。ちょっと寝ぼけまなこで大変ですよね。あ、これからおはよう部の人もちょっと、誰か寝てないとか言ってる。一番大切にしてること、あ、まあこれはさっき、ぶっちゃ、一番大切にしてることですよね、ですよね。あ、いいよ。まあリアルな話で真面目なんですけど、あ、測ってもらっていいですか。あ、違う。まあ大事なことは何だろう。どんな仲良くなっても、お金を払ってきてくれるお客様だってことを忘れないことかな。親しい中にも礼儀ありじゃないけど、なんか仕事だからもう寝るの早いわ。でもそういうの俺は大事にしてやってるつもりだから、ぶっ込んだ子だったら逆に言ってください。今リスナーの方からリクアムロ行きますって言ってっていうふうに言ってください。え、さあさあ、2211大崎行きます。行け行け、あの世の果てまで行け、はい、聞いてらっしゃい、なんかあった、聞いてらっしゃい、地獄の果てまで聞いてらっしゃい、聞いてらっしゃい、聞いてらっしゃい。いやもうね、最低だね。なんかあったの。いやもうリク、もうほんとね、超いい話申し訳ないけど、ほんとくだらねえ。もう知らん、もうそんな。はい、次どうぞ。はい、行きましょう。はい、次、今度お客様にこれ聞きたいんですよ。リスナーの方にこれ聞きます。
僕らが今忘れられないお客様なりなんなりっていうお話をしたんですけど、逆に皆さんリスナーの方が忘れられないホスト、あ、聞きたいですね。それはそう、あと忘れられない恋人でもいいです。あのもちろんホストクラブに行かない方っていうのもいらっしゃると思うんで、まずね、じゃあ忘れられない一世、忘れられない枕、あ、じゃあね、あのそれがちょっと、書き込みが来るまでに、あの行きましょう。スコール行くならお金いくらくらい用意するべき？1万円。でもそれは先月ナンバーでヤシのミオ。あ、じゃあ逆にね、ミオさんのじゃあどんぐらいですかっていう。おぉ、いや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 、コメントによってはグイグイの流れですけど、はい、はい、どうぞ。え、なんか僕のホストとしての価値観なんですけど、うん、好きでいてもらえたらそれだけで、本当にさっきじゃあ僕が昼食だったら1年で好きって言ってもらえる子って正直 2,3 人なんですよ。もう本当それだけ。まあ昼食じゃないけどね、うん、で1000万、いや、1000万持ってこい、違う、いや、あの本当に来てもらえただけで嬉しいです。3000円握りしめて遊びに来てください。待って、それは初回じゃん。3000初回じゃん。ミオ指名だよ。3000指名できないでしょ。はい、ね、はい、ただの指名になったらと。僕ラーセン好きだからな。25万円握りしめて。そしたら首は締められる。首は締めないですけど僕は。え、30万じゃダメ。どんなホストですか僕は。首締められた。そう、首締められたってなったんですよ。俺も拾おうか迷ったんですよ。ラーセン、いや、ジュビリーから延長コードで手足縛ります。あ、起きたりします。ほんとに SM 営業リアルにいません。リアルじゃない。ヤシロ、ヤシロ、はいはい、ヤシロ、ヤシロは高収入。ヤシロ、ヤシロ、ヤシロ。あ、じゃあね、忘れられないホスト、まあサクッとあれあったんですけど、ミカドさんの名前が結構多いんですよね。おお、そうだね。あとちょっとわからない方もいるんですけど、珍しい方がいます。太陽のことが忘れられない。太陽の何が忘れられないの？いや、それは珍しくないじゃん。太陽さんって、何が忘れられないの？なんかどっちか、数年前に神と呼ばれた神とあがめられた。そう、数年前はそう神だったんです。でもそれが下界に降りてきたただのブサイクでした。なんでやねん。うー、やべえ。あとこれすごい名言なんです。これお客様から来た名言。ホストの綺麗事は消耗品。すごい深い、すごい深い。いや、俺はうーんです。え、マジで？え、なんでうーん。ホストの綺麗事はじゃあ何ですか？これ大喜利いきますか。じゃあホストの綺麗事は〇〇。ホストが言う綺麗事ってこと？ホストが綺麗事言うけどそれは何々だっていう大喜利があればね。じゃあ俺いきます。俺いきます。さあ、2211。ホストの綺麗事は汚れ物。汚れたって綺麗事だけどね、汚れてるからね、実は。そんな大酒いいかな。さあさあ、2211。ホストの綺麗事とは、おおってこない。おお、ホストの綺麗事とは、おお、その場しのり。あ、うまい。じゃあ次俺行かせてもらいます。ホストの綺麗事とは、おお、お金。おお、何が一番大切かを、お金。エレチュー、エレチュー、うん、エレチューか。あ、すごい、すごい、僕、ちょっとぶっこんだこと言っていいですか？皆様にすごいわかんないんですけど、この上に画面が、カラオケの画面が実は映ってるんですね。で、そこに、今週のなんかピックアップみたいなのがあるんですけど、そこにアンジェラーキーが今3連発くらい来たんです。で、アンジェラーキーって、結構アーティストとしてすごい言うじゃないですか。でもホスクラに1ヶ月ぐらい働いてると、大体1人ぐらいアンジェラキみたいなやつ入ってこない。これ超わかるでしょ。何の話？え、これ俺だけわかんの？何の話？アンジェラキわかんの俺だけ？え、ユッキーわかるよね？はい、何の話？何の話？はい、飲みました、飲みましたよ。はい、これでみんな満足でしょ。飲んだからね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。じゃあ次行きましょう。太陽は石田純一ってあるんですけど、ちょっとそれはおかしい。黒崎太陽は黒崎太陽です。うん、そうだな。ちょっとね、拾いきれないコメントが
あの次の行きますか。544番ちょっとわかります？544番、番号出てないよ。誰もわかんないです。わかんない。大喜利にあの参加していただいたお客様がいたんですけど、すごい上手いこと言ってらっしゃいますね。これちょっとやばいですね。スコール炭してる人いる？いないよね。うち少ないですね。確かに。え、誰かわかる？炭してる人いる？まあ、俺もしてそうとか言われるけど。逆に代表してなさそうですよ。ミオとかしてそうじゃん。確かに。いやいやなんか。ミオ。いやいやいや。ミオ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 。だからリスナーの方に証明してるんじゃない？僕はしてそうだから。だだだだだ。リスナーの方に。大事な話があります。僕は確かに炭してますけど、ちょっとやめえ、大事な話がありますけど、BL 来た眉毛とアイライン、ここもいや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 、そういうことね。アートメイクが、アートメイク、アートメイクはしてますけど、でもリスナーの方からミオさんしてそうとか、脱げ、脱がんかい、脱がんかい、脱がんかい、ルイさんの好きな言葉は出会いです。脱げ、脱げ、関係ない今の言葉とも関係ないから、関係ないから、なんで持ってんの？はい、なんで持ってんの？飲みたいから持ってるの？はい、なんで持ってんの？どうして持ってんの？これすごいコメント、なんでホストですぐ縦に入れやがるの？これありますね。俺、全く入れようないから。それは中二病が多いからです。でもどうだろう、でも入れてる人で確かにあれなのかもしれない。俺否定はしないし肯定もしないけど、今の発言やべえな俺。そう、なんか否定もしないし肯定もしません。もちろん入れてる方もたくさんいらっしゃいますし、その人が別にね、そうそう、どうかとは思わないけど、俺は個人的に入れない理由はプールに行きたいし温泉に行きたいとか。すごい人間、日本人に生まれたら温泉って結構な人生、意外に旅行行くって言ったら半分ぐらい人生の半分下手したら、そう温泉なんじゃないかっていうのがあるから、そう考えたらあの入れても入れてしまうとちょっと遊びの範囲が狭まるかなって。もちろんタトゥー入れたことによって広がる遊びもあると思うんですよ、デザイン性であったりとか。でもまあそれはちょっとね、入れてるくせに。いや入れてませんから、本当に。いや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 、でも確かにもうさっきからこれ好きな言葉はっていうのがたくさんあったんですけど、これCM 動画だ。あの好きな言葉は飲みの、あのオールコールです。まあ、っていう撮ったあれ、あれだからみんなこの好きな言葉はっていうのが、はい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 、あれだ。あ、代表とヤシロの中華みたいな感じだ。いいよ全然いいよ。その下にチュー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 って書いてある。うん、いいよ。本当書いてある、書いてあるよ、書いてあるよ。代表とヤシロがチューシロ、代表とヤシロがチューシロ。いや、僕はやっぱ代表の、僕レベルで代表の品下げるわけにはいかないんで、やっぱり。いや、なんで、あ、DM 来た、 DM 来た、これ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 、暴力点暴力点、暴力点代表とヤシロがチューシロ、代表とヤシロがチューシロ。味は、味はどうでした？しょっぱい。汗の味やないかい。待て待て、コメント怖っ、怖っとか、怖っ、怖っ、怖っとか言って、しかも、おーってきてる。はい、もういいよ、はい、もう、はい、もう、じゃあ次行きましょう。もう、知らない、もう、はい、じゃあ行きましょう。あの、じゃあ今度ね、また戻りまして、あのホストのみんなに聞きたいです。こんな後輩が好きだっていうのがあったら、あの、今までやっぱりホストクラブで働いててね、後輩に対してのあれがすごい、こういう後輩いたらよかったなとか、いろんなことがあると思うんですね。どうですか皆さん、なんかもう今まで後輩が、多分数多くの後輩をね、あのリクとか特にね、あの、まあね、後輩がたくさんいたし、結構リクの後輩ってリクを神と崇めてるような、まあもちろんね、イメージ、言い方に語弊がありますよね。そう、目パチパチ、キング、キングか、アーサー王だったもんね、アーサー王だったもんね、アーサー王だったもんね。だから、まあ今までの後輩で、こういう後輩良かったとか、ヤシロテンション下がってるって感じですね。ないか。いやいやいや、いいこと言えって言われたら全然言えちゃうよ、本当に。BL 放送枠って書いてる、ここは。時間的に、時間的に。もうミオ泣きそうとか書かれてる。泣きません、喜んでます。ミオごめん、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 いやいやいや、ごめん。ダメーって、いや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 。ゲイ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 よしこーい、ゲイ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 よしこーい。でもなんかこう口移しでお酒とか飲まされたらなんか飲みそうじゃない？いいよ、お互い。変なおじさん、ダメ、それは変なおじさん、やりすぎ、やりすぎ、それやりすぎね。はい、じゃあ、あの、最後の CM ですね。
じゃあね、まあ、CM そろそろなんでね、もっとしてくれよ、CM あと何秒ですか、もういけますか、あ、じゃあ、ちょっとね、こんな後輩が好きだに行く前に、じゃあ CM 行きましょう、じゃあ CM タイトルコール、いつも、そこはやっぱり八代さん。八代さん毎回やるけど、八代さん結構歯切れ悪いんだよね、そう、あんまり良くないですよね、無理、じゃあ、代表、カメラこっちになってるんで、代表行きましょう、で、タイトルだろ、え、俺が、俺こさんざこれやったじゃん、そうですね、ね、僕らが、そうですね、ここはやっぱ、そんな態度の CM コールまで、さあさあ、2、1、CM の後、ホストクラブの裏の方でも全部喋っちゃいます、チャンネルはそのまま、CM どうぞ私たちは、クラブコアのホストです。好きな言葉はナンバーワンです。好きな言葉は見直しです。好きな言葉はオールコールです。好きな言葉は出会いです。ウェブスクールクラブコール。素敵な恋しよう。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き嫌い好き好きだろうかハニー。お酒これいただきます。はい、じゃあ CM 開けたということでね、先ほど言ったとホストクラブのね、表も裏も語ります。おい、はい、でね、まずね、じゃあこっからね、リクちょっと今、ウォーターブレイクなんで、レオがね、坂です。レオ、じゃあ、カメラの方でもう一回ね、フル、じゃあ、深い自己紹介いこう、深い自己紹介ですか。なんかね、はい、さらっと高がレオです、ピッピーみたいなくなって、じゃあ地元どことか自分で言える限りの、はい、自分の素性をリスナーの方に対して、はい、すごい熱いそれをぶつけてくれ。わかりました。はい、カメラ向けてもらって、カメラ近づけよ、もうがっつり行け、前、もっともっともっと、このパソコンの前行って、ね、コトブ見せる、コトブ、はい、そこでシャー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 、香川県から来ました、高川亮です。ミルサーレイ代表が期待をしてくれてホスト第1回歌い前決定戦に参加したんですけど、はい、キンキーズの愛の塊を歌って見事相手の、まあ、ホニャララ店の来た、棒読みとか湘南の彼女さんが歌ってる、はい、10連歌に、はい、見事70対30で負けちゃいました。よいしょ、カナロ今日リアルバースです、みんな読ませてください。カナロ、カナロマジ大読み、大読みすぎて、はい、マジ神奈川県から来ましたんだって言うよ。神奈川県です。うどん県、香川ね、うどん県ね、うどん県です。よろしくお願いします。神奈川、香川は何がいい。うどん以外なんもないっすよね、ほんとになんもない本当にうどんと、香川県出身の高川レオ、何がいい。香川県セールスポイント、自分を売り込んだよ。香川の売りはうどんじゃん。香川レオの売りは何。ぶっこんでいいですか。はい、香川県は、日本でベスト3に入るぐらいラブホテルの数が多いです。で、僕もともとラブホテルの従業員やってました。ラブホテルの、まあ、裏も表も聞きたい人はみんな僕に聞いてください。そんなんで聞いて。裏はラブホテルの裏はダメダメ、それダメ、言える範囲で、言える範囲で綺麗なシーツとか綺麗なタオルは基本洗ってませんよ、今日。おー綺麗なシーツとか綺麗なタオルは基本洗いません。こう直して終わりです。おいいよ、ありがとう。すげー、明日に役立つ情報がいただきましたね。リスナーの方々もすごい来ました、今。いただきます。すごいみたいな、すごい役立つみたいな。もう今のだけでコメント2000件来ましたから。他にも2000件っすか。コメント2000件いただきます。これすごい個人的に今リスナーの方にすごい突っ込みますね。ちょっと前に骨付き肉ってコメントした方多分いらっしゃると思うんですね。骨付き肉ってなんでその時書き込んだのか、ちょっと逆にその書き込んだ人もう一回コメントください。なんで骨付き肉、レオが出てきて骨付き肉だったのか、すごい気になる。これ何骨付き肉って。ちなみにローソンの上のタオルは毎日洗ってます。はい、それ皆さんの。え、どういうこと。なんか重たい話かなと思って。いいよ、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 い
のその上のタオルは毎日洗ってます。隣のヤシロヤシロ、はいはい、ヤシロヤシロ、はいはい、農村の上に昔から住んでる、はいはい。しかもミホのその発言した時リアルタイムにハッてハッて、なんとなんともうもうと思って、ミホどうしたのと書かれてるし、いやどうなの、でもその時の時給っていくらだったの、やっぱ地方と、はい、あの東京の違いってあると思うから、時給どれぐらいでした？リアルな数字でいいですか？はい、リアルな数字、時給は僕1500円で、あ、はい、高いんだね。うーん、そうそう、リアル時給1500円ですね、リアル。リアルじゃないっていうのは何が、リアルって全部現実じゃない？そうですね。じゃあこれいきましょう。みんな今までバイトしたことあるじゃないですか、うん、何のバイトしたか、今までのオスト以外で。ああ面白い。そう、バイト遍歴。ちなみにあの僕テニスのインストラクターずっとやってたんで、結構不思議な特殊というか、それ気になりましたけど、そう、テニスのインストラクターずっとグイ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 よしこーい、グイ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 よしこーい、グイ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 よしこーい、グイ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 よしこーい。むせちゃったのはしょうがないじゃん、そんな怒んなよ。あ、いいよ、レシーブみたいな、はい、レシーブ、レシーブはバレーじゃないですか。いや、あれあるある、サーブを返すのがレシーブ。でもあります、ね、逆に代表とかリクさんがどんなバイトしてたのかちょっと気になりますけどね。高校生の、あ、いいね、いいね、いい切り返したよ。結構気になりますね。代表バイト何してたんですか？俺カラオケ。あ、カラオケ。え、通りがち。ちなみにカラオケ会社はどこでしたか？歌広。歌広場。歌広の757。あ、747ですね。時給いくらだったんですか、ちなみに。俺時給は950円ぐらい。もう一回ごめんなさい。あのすごい書き込みあったんで今もうびっくりしちゃって、ねねね、あの太陽喋りすぎてむせてるじゃんっていう。その前に結婚詐欺のバイトって書いてあるんですよ。結婚詐欺のバイト、あれなんでその情報流れてるんですか。まあ、何やっちまったな、はい、やっちまったやっちまったやっちまった、はいはい、やっちまったやっちまったやっちまった、はいはい、やっちまった。いやすごいね、待って、時給じゃないこれ。それ時給じゃない、歩合制、歩合制、歩合制、大人の話。いやもう本当。で、ミオは、僕ミオさん一番気になりますよ。まあ18からもう本当にバテンダーしてたんですけど、その間の黒歴史で 3X っていうリラックマとかポケパンとか、はいはいはい、キャラクターのね、おしゅりおしゅり、いやいや、おしゅりはしたんですけど、雑貨で働いてたところだったんですよ。え、そのそれ初めて聞いた。え、リラックマとかの雑貨屋さんで、なんかリラックマオークションで釣り上げて、いやいや、まあ、オークションで100円のタオル1000円で売ったこともありましたけど、当時は。俺最初メルヘンだったの、俺メンヘラって見えちゃって、なんでメンヘラなんだろうと思って、別にメンヘラのこと言ってないじゃんと思ったらメルヘンだった。グイグイメルヘン、グイグイグイ、よしこーい、グイグイ、そうっすね、よしこーい、グイグイ。まあ大体ちょっとメルヘンな雑貨屋で働いてて、バーテンダーやって今に至るんですけど、はい、バーテンの頃はあれしろリーゼントさんってことですか。そうっすね、あのもうここまでしか髪の毛なかったです。オーガニックのバーだったんだ。もうだからオールバックスとかもうあれしかできなかったんだ。まあ性能派だね。でも、うん、すごいな。時給ぐらいだったの。時給、月給で多分月3休みで9万ぐらいですか、ね、でもあそうそう、バーってそんなもんだよね。今の今の何分の何百分の1、100分の1、300分の1、今の300分の1はいいですけど、それすごいことになってる。 YSIRO ヤシロ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 、はいはい、ヤシロヤシロは高収入ヤシロヤシロヤシロ、はいはい。結構冗談抜きでけど、その時に
いろんなことを教えていただいた方がいたんですけど、その方に教えていただいたことが本当に今になっても精神的にも詐欺師、まあ、詐欺師、いやいやいや、本当にそんなバカに、いや本当に本当に恐れ多いくらい精神的にいろんなことを教えてくださった方だったんで、マルチじゃないんですよ、やめろよお前、マルチじゃないんですよ、僕が今ここだから詐欺師に見えちゃうレベルですけど、ネズミじゃないんですよ、その師匠はマルチ商法かネズミ商法か詐欺師、いやいや、大丈夫、大変です、太陽さん寝ちゃったっすよ、正解を引かないと太陽さんも来ないっすよ、これだ、太陽起きて、起きた、いやいやいや、コメントでも太陽起きてって、いやもう本当あのね、ちょっとねわけわかんない話になりすぎなので、でもじゃちょっとバイクの話に戻りますけど、はい、リクは何、俺牛角です、歌広で働いたことあるの、あ、歌広もありますけど、 あるんだ、今だってコメントで、ウエストゲートパークの前の牛角、あ、牛角じゃない、あの歌広と、あと千葉の東芝店の牛角、へぇ、ちなみにホストやるより牛角やってる方がモチりました、あーでもそれあるかもね、はい、なんかリアルこれ今牛角は結構有名な話だったのに歌広の話出てたから結構コアなファンがいらっしゃるのねと思って、牛角、いまだに、ホストっていう職業なかったら牛角で働いてます正社員かっこいい、他にあとなんか特殊なバイトやったことあるよみたいな、僕一番生まれて初めてしたバイトがマクドナルドのバイトなんですよね、あマクドナルドって結構なんかみんな知ってるんですけど、なかなかバイトやったことあるって人あんまいないんですよ、でマクドナルドあるあるなんですけど、ポテトってあのポテトあるじゃないですか、あれって7分経ったら捨てなくちゃいけないんですよね、それでも、そうだから7分で揚げてるんだよあそこでガシャンって、そうですね、7分以上経ったらもう、もしもじゃあスマイルあるじゃん、はい、ただじゃあスマイルくださいって言われたらどうする、サーサー、リリ、いやそれは可愛い子に言われたらもう超いい、いや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 、待って、おい、はい、やれよちゃんと、じゃあシミュレーションしよう、はい、いくよ、はい、じゃあ俺お客様はお前店員ね、はい、サーサー、リリ、いらっしゃいませ、スマイルください、ありがとうございます、で、はい、あ、じゃあ、ありがとうございます、それやりましょう、大喜利やりましょう、あの店員さんいます、店員さんいますよ、はい、じゃあ、じゃあ店員さんやりましょう、で、お客様で、あ、はい、どっちがいいですか、どっちがいい店員さんやる？お客様、あ、じゃあ店員さんね、はい、じゃあリク店員、じゃあリク店員で代表お客様やってください、うん、はい、店員さんに、はい、いらっしゃいませから行きましょう、はい、はい、俺店員ね、はい、はい、じゃあ、 あのお客様です、おいしそう、代表お客様、はい、リクさんから、お、俺ですか、店員さん、いらっしゃいませ、こう、ご来店ありがとうございますんで、いらっしゃいませ、これでマックシェイクとビッグマックとスマイル一つ、あ、1000万プレイヤーの水沢るいさんですよ、ね、違います、煽られてる、煽られてる、バカにしてんの？なんで喧嘩？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 もしも、ウエストチームだからって、はいはいはい、ありがとう、じゃあ、行きましょう、続けましょう、先に行ってください、歌舞伎町のマック設定です、もしもちょっとやからチックなお客さんだったら、もし、面倒くさい、じゃあ歌舞伎町の朝5時っすか、5時、朝ですね、歌舞伎町の朝5時のマック、昔のデカマックに行くぞ、地下はマック、セントル、地下はマック、セントル、さあさあ、いらっしゃいませ、おい、はい、ハンバーグいくら、ハンバーグ100円になっております、100円高くね、100円になっております、おい50円でしょ、100円になっております、うるせえ店長おい、店長呼べよ、今日誕生日の店長来てください、店長呼べよ、店長来てください、あ、修二今日誕生日、修二君だ、今日誕生日の店長来てください、いや、違うだろ、お前がやっほー、違う、お前が採用しよう、やっほー、はい、ゲーあ、だんだん雪乃が店長に見えてきた店長おいで、何の話、店長おいで、何の話、ちょっとお前やばい、ちゃんと乗ってあげろよ、乗ってよ、俺がさやりたいことあるんだ、俺が叩かれていいんじゃん、俺はご乱心とか俺がご乱心だ、ご乱心ここまで持ってこい、ご乱心
やちょっとちゃんと付き合ったけどやるぞ。いや、わかります。あ、じゃあ俺が店員さん側ですね。店員、じゃあ俺店員ですか。あ、どっちがいいですか、決めてください。じゃあ俺でいい。頑張りました。じゃあ、皆様はい、さあさん、みー、いちいちみいらっしゃいませ。マックフライドポテトと照り焼きマックバーガーをください。店内でお持ち帰りでしょうか、お持ち帰りでしょうか。店内でお持ち帰り、あ、難しいな。あ、あの、店内で食べて帰ります。店内、はい、嘘、はい、嘘じゃないです。いや、別に、え、ダメですか、店内混んでますか。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。じゃあ、あの、店内で食べたいです。はい、お持ち帰りは、はい、ご注文は、ご注文は、あの、マックフライドポテトと、いや、じゃあ、あの、せっかくなんでシェイクも一緒にください。あと、あの、照り焼きマックバーガーをください。はい、いくつですか。一つずつください。店内で。店内で。店内で。おい、さっきやったやりとりじゃねえかよ。あの、なんで話が進まねえんだよ。スマイルです、スマイルは。スマイルだ。あ、そういうこと。そういうこと。あ、すいません。グイ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 、よしかい、グイ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 、よしかい、グイ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 、よしかい。なんか今日ルイさん来いって、ほらほらっていうか、ほらっていうか、ほらっていうか、すいません、そう、趣旨を忘れてた。スマイル頼まれちゃう。ちょっと大丈夫、大丈夫、大丈夫、行きます。大人としてルイさんの本社さん、お、何、お父さん死者50して25としてどう思うかの話を、ほんとに。ああ、ちょっと、ちょっと、じゃあ行きましょう、大丈夫。はい、タイさん、タイさん、タイさん、すいません。ちょっとうるさい、ちょっとうるさい。いや、これ、これ、大、これちょっと、もう行こう。それはない、はい、それはない、はい、それはない、ったらそれはない。ユニゴミユニゴミにゃー、はい、犬が前でキャッツァにゃー、犬が前でキャッツァにゃー。で、じゃあちょっとやりたかったのをやる、逆にします、わかりました。じゃあ俺が店員に、あ、店員じゃねえや、お客様で、はい、お客様で、はい、いらっしゃいませ。フライドポテトと、はい、チキンナゲット、はい、マックチキン、はい、スマイル、はい、お持ち帰りですか、店内でお持ち帰りですか。店内ですか、わかりました。ではこちらお席になりますね。じゃんけん、はい、スマイルです。いや、そりゃそうでしょ。だって店内でね、テーブルで楽しむためにはね、スマイルはその場にお持ちするべきでしょ。俺はそういうサービスを提供したい。スマイル一番いい男。ナンバーワン。いや、俺これ超やりたかったんですよ。お持ち帰りって言われたら、袋に詰めて持って帰らせようと思って。そしたら店内でって言うからついてるしかねえや。何やん、確かに。あ、やべやべ、またカッパコレクションになっちまった。カッパコレクションになっちまった。ちょっとこれさ、持ってってカッパコレクションが直してもらって。じゃあ、待って、リスナーの方に行きたいですけど、はい、じゃあ、もしもミオが何々の店員だったら、あ、マルバの店員だったら、それ書き込みしてください。それで、そのモノマネやりますから。ミオが、ミオが、ミオが何々の店員だったら、あれ、もしもヤシマ、マックでもいいし、サイゼリアとか、デリーズとか。いやいや、多分でも、俺ミオがラブホテルの店員だったら俺嬉しいかも、なんか120分ですか。じゃあ、もしも太陽が、もしも、じゃあミオが、じゃあ太陽がミオに扮して、ミオがラブホテルの店員だったら、さあさあ、ニニニニニウィーン、いらっしゃいませ。何番のお部屋を、4番ですか。何分使います。120分、90分、90分ですか。あの、ショートタイムになりますけどよろしいですか。ちなみに関係は不倫ですか。ご関係は、さっきの話やんけ。グーグーグー、ちなみにコメントやろ。お客様、ブーツソックスのご入店はできません。それはあなたです。今だってバリラ、今だってバリラ。KK ライス、ギターいいよ。はい、KK ライス、違います。いいよ、JK 依存の会。あ、いや、広いろミオが先生だったらの看護師だったら、エレベーターガールもありますよ。エレベーターガール、どっちがいい。先生か、エレベーターガールや看護師。何エレベーターガールだったら、これ引っ張ったらピーンって上がる。じゃあもしも、もしも、じゃあミオが、ヤシロミオがエレベーターボーイだったら、はい、さあさあ、ニー、イゼキ、そうですね、乗りました。どうも、喋り口調が
歌舞伎町クルーズクルーズにいらっしゃいまして、どうも、当店、こちら、引いてくださった形によって、そうですね、ご案内先に選ばれるかよ、多すぎや、いや、でも、エレベーターボーイに適任なのは大崎先生ですよ、大崎先生。エレベーターボーイお願いします。そんな大崎リクがエレベーターボーイだったら誰が乗ってくるんですか。なんでよ、サオさん、2、2、1、1、いらっしゃいませ。はい、お客様何階、何階にご用意しますか。そうですね、6階に、はい、行きたいです、はい、このエレベーター下に参ります。え、そこ下なんですか。え、そこ下なんですか。そこ下に参ります。え、そこ下なんですか。斜めに参ります。斜めですか、斜めですか、そこ斜めに参ります。ディズニーランドか。CM 行きます。 CM 行きます。え、下り長いから CM 行きます。1日が30時間ぐらいあればいいのにな。それぐらいやりたいことがたくさんできました。誰を尊敬するかによって人生って変わると思います。出会いを大切に。好きだわかハニー。負けました。じゃあね、代表あれでした。誰に何やらせるか決めましたっけ。ヤシノミオが、はい、医者だったら、はい、おー、ヤシノミオが医者だったらまで。さあさあ、ニューリーエジチ。あとみんな、まあ具合悪くしたらアスカプリンスやっぱり突貫じゃないですか。具合が悪くなったらアスカクリニック。医者だった、医者だった。はい、ヤシロクリニックってもんがあるんですよ。ヤシロクリニック。すいません。で患者ね。もう患者。はい、ありがとう患者ね。独立してちょっと。じゃあ診察まで。診察まで。はい、さあさあ、ニーニー、いちいち。ウィーン。ウィーン。あ、すいません。これ診察券。どこある。あ、今日は今日どうしましたか、ね、心療内科に行きたいんです。もうそれドキがムネムネして、そうですね、ドキがムネムネして、家電のホストに放映されてて困ってるんです。それね、よくあるね、本当にね。すごいことですよ、その彼氏。本当に彼氏でしょ、それ。縦行くと殺すって言われるんです。ドキドキする。胸がドキドキするんですよ。てか、それヤシロの話じゃなくて、おめえの話じゃねえかよ。お前が患者だったのじゃねえかよ、それ。その彼氏、悪い人、悪い人だから、で、その人に好きな人作ろう。で、はい、手を、ね、胸に当ててみて、うん、はい、ここちょっと上すぎるから、あ、聞こえる。いや、聞こえる、それでやってた声だけどね、ここだともっとよく聞こえるね。あ、聞こえる。もうちょっとこっちだとよく聞こえる。あ、聞こえる。上下に振ってみよう。先生、魔法、最後に魔法なんだ。魔法、心臓はこっち。魔法あるじゃん、魔法。はい、目つぶって。魔法ある、魔法。私は、ミオが好きです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 。私はビオが好きです。それを上下に地下で、地下でサリン巻きます。おい、やめろそれ。 NG ってお前で聞いとけよ。残り30秒しかないからね。なんかじゃあ告知したいことある人いますか。告知したいこと。地下でサリン巻きます。いやいやいや、おつるちゃん太いままでいい。じゃあ、ね、最後にラスト20秒なんで僕ぶっこんでいきます。黒崎太陽がもし医者だったら鑑定やってください。さあさあ、ミリー、変なおじさん、変なおじさん、どこまで持ってこい、変なおじさん、変なおじさん、ありやーす、どこまで持ってこい、ありがとう。壊れてゆく
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。